ホルヘアルベルト・デラ・ロサ・ゴンザレスは、メキシコ合衆国ヌエボ・レオン州モンテレー出身のプロ野球選手。左投げ左打。現在はフリーエージェント。相性はジョージ。1998年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約してプロ入り。その間、メキシカンリーグのモンテレ・ー・サルタンズを経由して、ボストン・レッドソックス参加でのプレーの後、 2003年11月28日にカート・シリングとのトレードでブランドン・ライオン、ケイシー・ホッサム、マイク・ゴスと共にダイヤモンドバックスへ復帰。2003年12月1日にリッチー・セクソン、シェン・ランス、ヌーキー・バーナーとのトレードでクレーグ・カウンセル、チャド・モーラー、ライル・オーバー・ベイ、クリス・カップアーノ、ジュニア・スパイ・ビーと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。 2004年8月14日のフロリナ・マーリンズ戦でメジャーデビュー。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシック WBC のメキシコ代表に選出された。2006年6月25日にトニー・グラファニーのとのトレードでカンザスシティロイヤルズへ移籍した。2008年4月30日にラモン・ラミレスのトレードによる後日発表選手として コロラドロッキーズへ移籍した。2009年には16勝を記録した。2010年オフに2年2150万ドル、3年目は選手側に選択権がある1100万ドルのオプションで契約を更新した。2011年は5月末に肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けてシーズン終了となった。2012年は後半戦に復帰したが、3試合の当番に終わった。 同オフに選手オプションを行使し、2013年の残留が決まり、さらに球団側に選択権のある1100万ドルの4年目の契約を盛り込んだ。2013年オフに球団側オプションが行使され、残留が決まった。2014年9月3日、ここまでチームの勝ち頭の13勝、1 6百2 3投球回、防御率4.26などの活躍をしていたため、 2016年までとなる2年2500万ドルで契約を延長した。2015年は26試合に先発登板して9勝7敗、防御率4.17、134奪三振を記録した。2016年は27試合に登板して8勝9敗、防御率5.51、108奪三振を記録した。オフの11月3日に FA となった。 2017年2月19日にダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕前の2月8日に第4回 WBC のメキシコ代表に選出されたが、3月2日に辞退した。3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。この年は2005年以来12年ぶりにリリーフに、 専念して65試合に登板したが、3勝1敗、防御率4.21と今一つの成績に終わった。オフの11月2日に FA となった。2018年2月16日にダイヤモンドバックスとマイナー契約で合意し、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。3月25日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。シーズンでは、 開幕から42試合に登板していたが、7月31日に、ジェイク・ディークマンとブラッド・ジー・グラーの加入に伴って、リーフとなり、8月4日に自由契約となった。2018年8月10日にシカゴ・カブスと契約を結んだ。オフの10月29日に、FA となった。ありがとうございます。